はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、女神降臨やっていこう。で、ただの女神降臨じゃなくて、これで固定チームの女神降臨ですね。で、これ当時を催した懐かし編成で、まあ、固定チームやっていこうか。で、まあ、懐かしい人は懐かしいってなってるんだろうけど、俺はこの当時のパズドラやってなかったんだよね。パズドラこの時確かやってなくて、俺が始めたんが、パズドラ始めたんが確か2013年の夏かな、夏ぐらいから始めたんだけど、だからこの当時盛り上がってたゼウス降臨あんま知らなくて、俺が懐かしいってなってるのは、まあ、こっちかな、アテナ降臨。アテナ降臨が超懐かしい、まあ、当時やってたのはアテナ降臨。こっちをめっちゃもう苦戦してたわ。めちゃめちゃ苦戦してやってた記憶ある。懐かしいね。昨夜も組めなかったんだよな当時。で、女神降臨やってこう。で、このレベリングいいね。レベリングとかプラスの振り方いいね。まあプラスもね、まあ、昔なんかなんだっけ、プラス 1プラス集めるためにノマダンをもう20周30周しないと、2、30周でやっとプラス1ポイントみたいな感じだったもんね。いや懐かしいね。で、ゼウス、まあ、ゼウスもこれスキル上げされてると。で、バーチェ5ターンで、番人も、番人いいね、まあ、番人とかにじくりとか入れるんだよね、にじくりね。で、エキドナーは3ターン遅延で、オロチと、オロチもいいね、これ5ターン遅延で、ゼウスも 30% 減少で、バッチがないんだ。やってこう。そっか、バッチもねえんか。で、ここはもう全体とかあるんだったら、もう勝手に全体とか入れちゃってもらって構わないかな。ちょっとまあパズル終わってるけど。パズルがもうやべえけど。で、まああと2、ここでもポイント、ためポイント、ためポイント正直ここしかなくて、ここでもひたすら貯める、ひたすら死なせないようにオロチを貯めていく。オロチとゼウスをもう極限まで貯めるって感じかな。そうね、これ、うわーマジか、行っちゃったけど、まあ、ここでも貯めれるかな。ここでも貯めれるよね。ここでも貯めれますんで、こんな感じで貯めれなくはないって感じか。今のはちょっとやばいかも。もしかしたら、仮面で貯めたかったな。まあこんな感じで、まあ、一回攻撃受ければ、逆に攻撃受けたら、あれだ、待ってね、倍率出ない、倍率が出ないから逆に攻撃できなくてスキルダメできるって感じ。いや待って、仮面で食べたかったんだけど、斜めが入んね。いや仮面、ま、何回言ってるかな、けどで、これまあこんな感じで食べていこう。3ターン脇ね、あと8ターン、あでもいい感じに溜まってるわ、いい感じに溜まっておるな。こうかな、 OK。 あでもいい感じ本当に。回復して、で、あ今のパズルうま。今のうまで回復 C ので、あと5ターン、いいね。で貯めて。この貯める作業もいいよな、昔やな。で、回復やってやっちゃった。何やってんだ俺、パズル。うまい時と下手な時差が激しいんだけど、これで回復していくと、まあ、こんな感じで回復して、もうちょっと回復、あありがとう。で、あと1ターン、お素晴らしい。じゃあここで行こうかな。あー危ない。で、2ターン脇のうちに倒していくと。ちょっと硬いか。闇がめっちゃ軽く出せるね。闇めっちゃ軽く出せるんで、まあ、こんな感じで。もうちょっと落ちまして、ダメだ。まあこんな感じでグダっても死ぬことがないのかな、やっぱ。で、回復もいい感じに来たわ。まあこれでいいか。いやむずくない。で、ここでいこうかな。まあこんな感じでパズルしていこうか。 OK、 いい感じにパズルできた。
倒していこう。 OK 全部溜まってるわ、あっつで、ここでも打っていいね、正直ここで打っちゃっていいかも。あのオロチはあそこで打ちたいね、あそこで打ちたいわ。でバージ打ってこう、あのアテナね、バルキリーねでここは全体がいいかな。あ、斜めが、はい、斜めっていうか全然4秒って今考えたらやべえな、4秒って。でパズルしていこう。 OK かな、まあ、これでいいや、落としてるよ。でまあパズルして、まあ、倒していこう。 OK で、あーやばい、ルートがもう見えなかった、やばい、待ってなしなしなしで、こうします。ちょっと結構今日は真剣ですね、今日めっちゃ真剣、うーん下手くそで、まあ、落ち込むめっちゃ来たんでありがとうって感じ。いやーこの落ち込むやっぱ醍醐味よね、落ち込むやっぱパズラって感じやわなんか深いようで浅いな。でオロチ打って、もうここからもう勝ち確じゃない、これ打って打ってこれも打っちゃおう、いいねまあこんだけ貯めれば勝てますよ、さすがに勝てるよね。いやー楽しいな、やっぱでも4秒パズルで削れて、バーチャも打って、いや当時あのあれね、名前伏せた方がいい、のかな名前伏せた方がいいかな、メガネのね、いや盛り上がってたな生放送も。で倒して OK で、ちょっと今さめっちゃトークグダったからカットしてるわめっちゃいいところカットしちゃった、ごめんなさい。でこれで魔法石5個ゲットと、うん、なんか難しい難しいけどやっぱ手応えがあっていいな、やっぱこんな感じの編成というか、まあ降臨いいなと思っちゃう。でまあ後々大泥棒とかゴエモン、サタンとか大天狗とかアヤタナとかヘラビオーグとか、まあ、出していけるところは出していこうと思ってるんで、まあ、よろしくですね。よし終わりましょう、じゃあね。